ぐれクックが大変だ。とうとう登録者1000万突破、再生数も安定しショートもえぐい。そんな絶頂期に災いが、突如柴田さんが動画出す。何やら金子許さないと、話は小雑誌のフラッシュから、とある取材を受ける。内容は2024年に伸びる YouTuber は誰か。そして柴田が挙げたのは、僕が挙げた YouTuber が気まぐれクッキー金子。普通に褒めた内容だったもよ。無事取材が終わって記者から、気まぐれクックの潜在写真手配してほしいと。金子さんと直接関わりない柴田は、友達の渥美拓磨さんに頼む。そしたら渥美くんから連絡が来まして、金子が潜在写真の提供を嫌がってます。なので潜在写真はお送りできません。渥美拓磨くんから連絡が来ました。柴田に紹介されるの嫌な金子。おかしいだろ、ただちょっと褒めただけだよ。と何嫌だって、俺と少しでもつながるのが嫌なのか。とはいえコメランジャー金子に共感の声。金子よ、おいお前調子乗ってんじゃねえか。それ見た金子さん、まさかの動画、柴田にアンサーの動画出す。いや、次やさないだろ、なんかややこしそうじゃん。ちょっといややさないだって、ややこしいじゃん。なんかだいぶブラックな金子さん。友達の友達が柴田結構厄介、まだいたんだっていう感じ。なんか通り魔になったような気分で、本当にとんでもない被害だよ。こっちはコメランジャ賢明な判断と賞さん。アドさんがブチギレしてる模様。何やらアップしたライブの動画で、二人の歌い手とコラボして、好きな声もあったもようで。そうしてアドさんポストする。マイナス意見言ってる方へ、そういう人たちに作品届けたくない。ライブも YouTube も見てほしくない。今回のことは非常に傷ついたと、早速ネット記事になり荒れる。ほとんどアドに共感の声。社長が大変だ、約2ヶ月間失踪中。どこにいるかは誰も知らず、安否も心配される中、最近出した社長の本の出版社の人が会えた模様。どうやら元気そうらしく、全然落ち込んでないと思う。スーツケースの中に DJ ミキサーと調装が入ってたらしく、世界一になる一番の方法は本なのではないかと言ってたそう。社長は本を100万部行かせるために10カ国語に翻訳する準備してるらしい。とにかくやる気満々っぽくて、ファンらも安心してもよ。ヒカキンさんが大変だ、文春法が出たけれど、そこを認めて謝罪して、一瞬で鎮火させる。誠実な姿勢に皆感激、むしろ好感度爆増。結局のダメのヒカキンさん、登録者10万に増えたもよ。Thank you.